皆様こんにちは、海と船ルイです。ポルです。フィリピンミンダロ島沿岸からお届けしています。我々は41フィートのヨットに夫婦で暮らしていまして、現在フィリピンをセーリングしているわけなんですけれども、今日はですねプエルトガレラを出港して15マイルほど東にあるカラパンという町に向かっています。カラパンはミンダロ島の北東部にあり、プエルトガレラからは3、4時間ほどの航行ですね。前回はプエルトガレラのヨットクラブに係留した様子をお届けしましたが、今回はまたビーチでのアンカリングですね。日本だったらマリーナのない出先だと漁港なんかの岸壁に割と係留できるんですけど、フィリピンにはマリーナの数が少なく、また僕たちもアンカリングを好むので、だいたいこのスタイルになります。全くフェンダーの出番がないですよね。早いものでフィリピンに入国してから3週間が経ちました。入国時サンフェルナンドで1ヶ月の滞在許可が下りたのですが、フィリピン縦断には結構時間がかかるので、当初からビザの延長を予定していました。その延長をどこでするかということなんですけど、カラパンはミンダロ島の経済の中心らしく、イミグレーションもあるということなので、今日はビザの延長をしに行こうと町の中心に向かっています。じゃあ今からに行きます。6分、6、7分ぐらいありそうだったり、結構あるね。いい道だね。カラパンのイミグレーションは比較的空いているようなので、当日中に許可証が発行されるのではないかと思っています。できたよ。イエーイ。受付の人はね、4月9日までだよ。よかったね。イエーイ。できた。早かったね。早かった。あっという間にできた。コピーをね、外に取りに行ったけど、誰もいないし、超いいしね、ここは最高。都会はめっちゃかかるらしいもんね。すごいみたいだね、時間なんか何日かかるとか。いいとこだった。無事に手続きが終わり、ほっとしました。これで1ヶ月の猶予ができましたね。イミグレーションの向かいにモールがあったので、少し涼んでいこうと思います。電撃ラケット、どっちがどうなんでしょうね。そうなんです、これを探してたんです。ルソン島沿岸の町ではハエがすごくてですね、町のあるビーチに近づくといつの間にかキャビンに入ってくるんですよね。レストランで使ってるのを見て探してたんですけど、ちゃんと売ってましたね。やっぱ220ボルトですよね。そうなの。それは中国製なの？中国製だ。もう一個あるよ、類。中国製だから100から200。ワールドワイドボルテージ。いいじゃないですか。じゃあこれ行ってみようか。行っちゃう。電撃ラケット。ねえ、これは。まあフィリピン製だから。厳しいもんね。無理なんだもんね。これ行こう。ああ、ボカド立派。野菜はこちらにありました。いつでここ、今日これ作ってる。
今日最後作ってるよ。すごい量り売りしてるんだ、いいね。少し遅い昼ご飯ですね。私は暑くて食欲がないのでハロハロをいただきます。これはグラマンゼリー。どんな可愛いか、どんな、はい、寒い、はい、気になるよね。シチューっぽい色だけど、一体どんな味が入ってるのかな。そしてハロハロ、やっと地元の人が食べてる本物のハロハロって感じ、ね、って感じ。嬉しい、よかった、来て存在したね、ちゃんと本物のハロハロ、ちゃんと存在してる。観光用としてしか残ってないかと思って。本物のハロハロですよ、これが。かき氷がすごいいっぱいあったから。ちょっと失礼。あ、緑あるね。ある、ある。緑がまだ入ってない。入った。なんかビネグレートって言ってたから、お酢入ってるよね。そう、ちょっとお酢入ってる感じのビーフシチュー。レバー的な、やっぱ内臓系だよね。血をこう入れてるかもしれないね。血の感じだね。鉄分が補給できる。血だね。これはインゲン。あ、やっぱちょっと辛い。そう。でも美味しい。食べやすい。ココナッツミルクでしょ。そうだと思う。まあ普通になんか日本人食べやすい味だ。うん、すごいしっかり味付けされてるね。わー、辛い。これも食べやすい。ポークって言ってた。ケチャップが入ってるのかな。うん、うん、まあ見たままの味って感じ、美味しい。
気をつけて持って帰らないとボンバしてしまう。気をつけます。これをねえシール、いや本当いっぱいだね。ねえ、うん、シール12pieces、うん、お、サク手でサク、あ、そんなに綺麗にできるんだ。出るって結構あるね、まあいいか、食べれるよ。 OK、 じゃあこれでいこう、うん、よし、見てこの新鮮な空心菜。ちょっと空心菜を見たら買いたくなる。すごいデザインされてる。でもステンレスは錆びづらいんだよね。まあでもヨットで使うのはステンレス系だからこっちの方がハマるとしてはいいけど、いやー、僕は刃物が大好きなんですよね。まあこのナタなんですけど、剣のように長いナタが熱帯地方とかでよく使われてますよね。でいろんな形状があって、やっぱその土地土地で見るのが楽しいですね。で今回自分用に1本買うことにしました。3種類ですね、鋼の種類があったんですけど、まあ一番上等というステンレスベアリングからできてる鋼のナイフにしました。まあ本当はもっとね長いタイプが良かったんだけど、まあその鋼のタイプは種類が短いやつしかなかったんで、まあ鞘もついてるしこれにしました。まあ単に僕の趣味で買ったっていうのもあるんですけど、まあ実は今回ある用途があって購入したんですね。それがこの後わかります。 OK じゃあワンタウザあるかな。うん、そうココナッツです。フィリピンではブコと言いますね。ココナッツをですね自分でナイフで切ってココナッツウォーターを飲みたかったんです。ココナッツの種類なんですけれども、この青いやつがですね、フレッシュなココナッツウォーター用です。ココナッツミルク用はね、またもうちょっと時間が経ったココナッツで別なんですね。いや本当はね機会があれば木に登って自分で収穫してみたいですね。想像以上に重い。そうでしょ、重い。そうヘビー、 It's heavy。
話してた夢もこれ叶えられるよ。叶えられるね。ククラちゃんは自分で切って飲むっていう夢が夢が一つ叶うよ。フィリピンまで来たんだから。そうだったんだ。よかったね。嬉しいな。嬉しいな。ココナッツウォーターください。よっしゃい。いいココナッツウォーター入ってるよ。とりあえず下手を。だというか。そうだね。うん。わ、結構硬いんだね。ペランペランのヘラがなんかあるんだよね。そうそうそう、今日買ってくればよかったね、それも。ね、うん、ちょっとね、頭に浮かんだんだけど全然覚えてない、まあ、運ですればいいかって思っちゃったんだよね。これおやつに最適じゃん、ね、止まらないんだけど、こんなフレッシュな天然のおやつ、うん、バターで売ってるココナッツウォーターの中にこう刻んだやつが入ってるんだよね。うんうん。
結構大変だな。そうだね、大変な作業だね。ヘラは一発でさ、なんかくるんくるんくるんってこう3回なんだろう、ここにこう滑らせたら全部取れてたね。すごく簡単にくるんと取りして、うんうん、あ、そんなにスルッといくものなんだって見てて思ったけど、ね、全然違ったね。ね、ほんと違いますね。さて、今回の動画はここまで。無事にビザ延長の手続きを済ませ、ココナッツも手に入れて、また次の寄港地に向かいます。今回のカラパンでの買い出しなんですけれども、まあフィリピンでの全体での物資調達でいうと、まあフィリピンの物価は日本に比べると安いと思うんですけれども、意外と物が高いですね。まあ、国内の生産の規模が小さいせいなのか、まあまたですね、食材に関しては野菜が結構割高な印象です。お肉は結構安いのかなと思うんですけど、まあだから日本だと野菜買って自炊するっていうのが節約になる印象なんだけど、フィリピンだとなんか逆に野菜買って自分で作るっていうのが贅沢なような、そんな印象になっちゃうんですよね。そしてこの動画の編集時にフィリピン沖で台風が発生したのですが、今は台湾に向かっているみたいですね。我々の係留地は通り道から外れているんですけど、まあ、何日かは影響を受けるので安全な島陰にしばらく投留している予定です。皆様もどうかお気をつけください。それでは次回の動画でお会いしましょう。またねー。